皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日お伝えする話は、こちら。リピーター作りの仕組み100事例に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて10のパターンで解説していますが、今日お伝えするのは、その中の補完型というものについて見ていきたいと思います。もしかしたら、究極の補完型かもしれません。こちらご覧ください。はい、先日ですね、三鷹の森ジブリ美術館に行った時に、これ入る入り口のとこにあった看板を見て、わーすごいなと思って写真に撮ったものなんですが、美術館内での写真撮影、ビデオ撮影ご遠慮くださいと。で、ジブリ美術館は物語の入り口です。物語の主人公になるにはカメラを向けるのではなく、この空間を自分の目で見て体で感じてください。そして思い出は心の中に大切にしまって持ち帰ってほしい。それが私たちの願いです。ということで、宮崎駿さんが書いているわけですけど、ついついですね、これ写真撮影するっていう行為は、自分たちが頭に記憶するんではなくて、カメラを通して写真とか動画で残そうと思ってしてしまうと、頭の記憶には残らないわけですよね。当然、ファインダー越しでしか物事を見ない時間が増えるわけですよ。それを禁止することによって、記憶に刻んでもらおうっていうふうに考えたわけですね。で、記憶に刻んでもらうと忘れないですよね。これ忘れちゃったらもう、思い出がなくなっちゃうから。そうすると、記憶に刻むと、その記憶をたどって、もう一回行きたいなと。で、もっとすごいの見たんだけど、それをもう一回見たいなと思うんですね。写真に収めちゃうと、いっぱい撮ってしまうとですね。そうするともうそれ見れば、全部ね、変な話、最初から最後も全部動画撮ってれば、もう行かなくてもいいわけですよね。だからリピートしないわけですよ。だから、当然写真撮影禁止とか書いてるわけなんだけど、逆に言えば、禁止ってただ言うんではなくて、このように心に刻んでください。なぜならば、こういう理由があるからですっていうふうに、その理由付けをちゃんと書いてるとこが、宮崎駿さんらしいし、素晴らしいなと思うんですね。だから、三鷹の森美術館は、まあ、私今回初めて行きましたけど、多分おそらく今後も何回もね、リピートすると思うんです。何回も行こうと思うんですね。そういう仕組みを、このね、文言一つ、看板一つでリピートする仕組みが作ってるということで、究極のね、記憶させる、保管してる仕組みということで、面白い事例じゃないかなと思います。はい、保管型っていうのは本当は記憶ではなくて物として残すっていう考え方なんですが、まあ究極ということで今日は紹介しました。ネットベースアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。